今日はどこに行くんですか、先生。はい、今日は諏訪市方面に行きたいと思っております。諏訪、諏訪ってどこ、諏訪ってどこでしょう。何県。長野でしょう。長野か。うん、オッケーオッケーオッケー。それじゃあ早速出発しますか。はい、レッツゴー的なのは。いらねえよ、そんなもん。じゃあ行くか。レッツゴー。レッツゴー。ニードラだった。N もつけて。はい、左出るよ。はいよ。あは、フェロー先に。インド人を右に、フェローを右に。あ、終わりついてる。わ、水撒いてる。やばいぞ。やばいやばい。おぉ。ちょっとタイミング測んないと。あ、フラグ。あ、今だ。これ道路にかからないようになってるよ、ちゃんと。だそうか。さあ、じゃあバイクの紹介でもしとくか。はい、西舘くんから。はい、先頭の銀色 CD400 1300cc の乗った CD400 スーパーフォアステック3でございます。はい、チャームポイントは。チャームポイントは見ての通り加速帯。うん、その総積載量200リットル以上。うー、化け物ですね。はい。他には？他はないっすかね。ないの？エンジンガード。ああ、そうね。エンジンガードやってる。前から見るとかっこいいんですわ。まあ、後から通るけども。はい、じゃあ次対して。はい、この人。考えてる。私ですか？あなたです。何のコーナー？バイク紹介のコーナー。フェロー250 2014年の茶色いやつです。はあ、ウェイ。何か、チャームポイント。チャームポイント、チャームポイントはアゲアゲな車高となんか幅広ハンドルとツーリストです。ああ、違う違う、チャームポイントはところどころ青が入ってるとこ、切りばめられた青。うん、青好きだから。タイ君は青い人ですから。服は青くなると思う。はい、じゃあ私のバイク XL230 赤色です、見ての通りです。何それ何それ何それとか言わないで。この子よく走るんだよ。まあ皆さん知らないと思いますが、XL230 ヴィンテージオフロード。そうですね、昔 XL250 シリーズありましたけれども、あいつらが、まあ、あいつらの時代が終わり、結構時代、まあ、というわけでエクセル君にはね、スコップとかね、ホームセン箱とかね、いろいろついてるんだけどね。あ、めっちゃ、また今度紹介します。それは今日朝プリウスに煽られたぜ。マジで60キロで走ってたわ。CB なら勝てるけど、エクセル君じゃ勝てないんだよね。1号さんをさ、夜中に走ってるとさ、めっちゃボワれるじゃんね。で、頑張ってフルスロットルかましてさ、エンジンが壊れるかと思うような走りをね、してるわけだけどさ、絶対勝てない。勝てないのか。まあ、できる嫌がらせとしては、ブレーキ振りまくる。いっとも、インターダッシュ。インター出したまま走り続けるな。それはいい。曲がる、止ま、止ま。俺も今度は煽られたハザードだと。ああ、いいね。緩急ハザード。俺が大好きな100円寿司でさ、はいはい、あの軍艦にカニ味噌さ、カニ味噌が入ったやつ。そう。あれがどんどん消えていく。かっぱ寿司にあったはずなのにもうないんですよ。消えたし、あの浜寿司も消えたし、寿司郎も消えたし、ふざけんじゃない。本当にどうしよう。本当に私も大好物だったのに。意味わかんない。食ったことねえな。寿司ってカニ食わねえな。とかさ。あ、倒れてる。何が？バイク。あ、なんで？あ、本当だ。大丈夫な俺、いいの。まあいいか、知らないか。何が何が何が、俺見えねえ。カメラが見えない。刀、赤刀。あっちあっち、そっちそっち。あ、ほんとだ。え、やべえじゃん。おい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 。
7777ってすごい番号だけど。あ、ちょ。ちょ、倒れてるよ。ちょっと教えてあげたいが、私らの時間がない。あ、来た。あ、来た。コーヒー出したかな。うん、やべえ、倒れてんじゃん。ガダダダ。この辺ならバイク来た。バイク。手の後ろバイク来たわ。イエーイ月付きだったおばちゃんだった夜乗ったな。いやーあーもう井の方が綺麗だよな。あーいいね、景色がよろしい。海よ、捨てないで海よ捨てないで捨てないで。あ、ほら、あったこの月の。あ、これか廃墟。やめよ、マジ廃墟だ。入ったことあんの？ない。絶対面白いじゃん。廃墟は人生気に入るだよ。だよね。卵ボール。はい、ちょっと西田君、俺のチェーンも見て。この立ち上げ変だ、やめや。見て。あ、すごい。何？あ、すごいよ、もう。白銅打ってらっしゃる。マジで？この間チェーン調整したばっかだけどな。またやらないと。もう、200を打ってらっしゃるよ。もう、またやるのか、あれを。疲れるな。あれを、疲れるな。おー、山、そして山に来る山、迫り来る山。あれ、本当にだね？違うか。バイク。バイク、イエーイ初じゃね、これがね、ちゃんと言ってくれたら。はい、スケーター初だ。やっぱね、ネイキッドのりはいい人が多いよ。走りたくて走ってんだもん。そう。見せびらかしてんじゃねえんだよな。うん、走りたいんだよ。俺みたいにこの自己顕示欲の塊みたいな場所。いやー、すげえなー。イエーイ。次オフ。オフ。いや、でっかいな。いいな。かっこいい。でっかー。お、先行く。あー。ワングルかっこいい。でっけえ。でっけえ。いいな。あとね、120キロ。120キロ。なんで、あと20キロぐらい走った半分。そうだね。そこら辺で適当にコンビニ帰って休憩をしよう。はい。我々にもうできないことはないので。うん。君はもうついに20歳になったからね。すげえ首の振りだ。骨が外れてるやつだ、あれ。そういうバカバカ言ってるよ。やめろよ。西谷くん、ケツ振って。見えるかな。二人で振ってくださいよ。キモい。